はい、皆さん、こんにちは。元気なおじいです。今日は11月の1日木曜日、時刻の方は17時40分です。うんちょぴゅぴゅぴはい、そんなわけでね、i ビデオの 304ZT のお話になります。はい、えー、っとね、サマリオン z t 今、物がないじゃん。 で、借りたくても借りられないんだよっていうね、動画を今朝作りました。ね。え、それに対してね、えっ、ー、と、コメントをいただきました。ティロリーンはい。伝説のコードセブンさんでございます。ね。え、リオン z t ですが、10月の22日前後で予約した方は届いてますよ。 タイミングは先行、逃げ切りですね。ってことでね。おマジかーそんなことでね、あのー、届いてる方もいる。ね、実際に運がいいよね。でね、あのー、こんな方もいるよ。<laughs> はい、えっ、ー、と、よしきさん。で、2時間前。ありがとうございます。えっ、ー、と、8日目です。おじい、こんにちは。僕もサンマリオン z t を借りました。 けれどおじいさんの言っていた差し込み口の悪いのが <laughs> 当たりましたー <laughs> おじいさんの言っていたように LINE で連絡して変えてもらえることになりましたけれどまた不良品が来ないか心配ですってね今度はバッテリーが心配だねおじいさんいつも有益な情報ありがとうございますこれからも頑張ってくださいってことだよね はい、ありがとうございます。ねまあ、そんなわけでね、i ビデオのサンマリオン ZT の、あのー、差し込み口不良のババ抜きね、本、あ、当、のー、定期的に来るでしょ。で、吉しさんが交換したら、また今度その差し込み口がダメだサンマリオンが <laughs>、あのー、また誰かのところに行くんだよ、結局ね。で、またその人ができませんって連絡が来て、 ででまた交換してってっ感じでねだから結局、送ってで交換品が届くまでの日数ちゃんと延長してもらうのよ、これね。出ないと使えないんだから差し込む口がダメでね。それぐらいちゃんとしてもらってもいいわけだからね。いや、本当ね、これはもうどうしたらいいのかおじいもんからない。ババ抜き、本当に。 であのみんなねその差し込、差し込み口がダメになってるの何回やるのかわかんないけど、あのなんかさと、特徴を書いていくといいから、この後ろのあの認識する番号とかさ、ああ、そう,そうそうそう、この番号のやつとかだなんかこう、型番が後ろ貼ってあるじゃん。ね、こうやって貼ったんでしょ。 このね、あ、6位、e、64、e、あ、それだー自分のとこに来たのもそれだーとかね。そうやって、あのー、なんか、ババ抜きごっこしたら面白いかもしれないね。この方ばね、届いたら、差し込み道がダメですよ。とか。<laughs> そんなわけでねあの、気をつけましょう、i ビデオね、まあ。バッテリーの交換はバッテリーだけ送ってきてくれるってね、あそういうあのはあ,あるんだけども、差し込み口がだめなやつはどうしようもないからね、こればっかりはね。もうどうにもこうにもならないので、だめです、本体がね。i、まあ、ビデオもそれを分かってやってるんでね、本当、しょうもないね、これね。だ あの悪いのに、ね、意図的にはめられちゃう可能性もあるということで、ね、そこも心して予約をしてください。ね、健闘を祈りますし